はい、どうも皆さんこんにちは。三賢者の新平です。今日も言霊やっていきましょうということで、今回はですねこちら、ドドン、イザナミ超級に挑戦していきたいと思います。デッキはこちらですね。なるべく編成難易度を下げて編成しております。もしですねイザナミに行きたいけど山竹がまだ終わってないって方は、まずは山竹を満腹にしましょう。山竹を満腹にすることでリーダーとして使っていくことができます。なのでね、まず山竹クリアしてない方は山竹を満腹にしてリーダーに編成していきましょう。で、かなり編成難易度は下げております。なので真似してね、編成を作れる方は結構多いのではないでしょうか。完全にねこれと一緒じゃなきゃ勝てないっていうことではないので、お手持ちのキャラクター、もっとね強いキャラクターを持ってる方もたくさんいると思うので、そのキャラクターたちと入れ替えてみましょう。はい、ギミックはですね主にシールドでございます。はい、まずはですねこのシールドをしっかりとコンボを組みながら、剥がしていくというところがまずコツっていうよりも、まず最初の目的ですね。はい、シールド自体は剥がさなくてもダメージは通るんですけども、かなりこうダメージがカットされてしまっているので、まずはシールドを剥がしてダメージを通していく。でこの左右の2体のドラゴンなんですけども、こいつらは、あれです、お互いを蘇生し合います。なので同時に倒さないといけません。これは多分モンストさんのイザナミクエストの再現でしょうね。これがね結構めんどっちいんですよ。私の香りで幸せになって、ノリノリいっちゃうよ。仕方がない。なのでいい感じに左右の HP を削っておくのがいいと思います。で、注意しなければいけないのが、イザナミが2ターンに1回大きな攻撃をしていきます。しっかりと回復をして HP を高い位置に確保しておきましょう。はい、なのでね回復キャラは、3体から4体入れておくと安定すると思います。まあ2ターンね猶予があるので、2ターンの間にしっかりと回復をしておくっていうことが重要になるかなと思います。はい、で山とタケル満腹にしておいて、でさらにクイーンバタフライとかもねしっかりと作っておくと、友情コンボ、非常にね敵を雑魚をね倒すのに非常に役立ちますので、ぜひぜひ積んでおきましょう。光あふれる未来を信じて、ノリノリいっちゃうよ。ズバッと見抜きました。好きなだけ穴を開けて。はい、これで、はい、雑魚を燃料を恥倒すことができました。はい、ここからねもう雑魚をポコポコと殴っていくだけなんですけども、結構ね体力があって硬いんですよ。なのでしっかりと、5文字の弱点があるので、5文字を組んで弱点をついて大ダメージを、コツコツと与えていきましょう。もちろんもっと強いキャラクターとか、そのレア度の高い攻撃力の高い、キャラクターとかを編成すればもっと簡単にいくことはできます。ただね、今のこのかなり編成難易度を下げているこのパーティーだと結構なターン数かかってしまうので、そこはねあらかじめご了承いただけたらと思います。はい、でね友情コンボが狙えるときはしっかりと友情コンボを狙っていく、それがコツです。やっぱりねその友情コンボは普通に底技を出すよりも、1回攻撃がね増えるなってことなので、もうそうして火力が上がるってことなんですよ。でこのパーティーの場合ですと友情コンボをちゃんと狙っていかないと本当に削るの大変です。敵の HP 削るの本当に大変なので、狙えるときはしっかりと友情コンボを狙っていくと。で、回復も忘れない。
でね、5文字は作りやすい盤面になってるので、最初のうちは5文字組めないとかでもいいと思うんですけども、なるべくこう5文字を意識することによって徐々に徐々に5文字が組めるようになっていくと思いますので、ぜひぜひこう5文字ってね、こう4文字を作れるようになった後のもうワンステップだと思うので、皆さんはぜひ5文字をね意識しながらどんどん作っていきましょう。はい、こうやってね2ターンに1回、痛い攻撃が飛んできます。はい、そして、打てるときはしっかりと友情コンボを狙っていくと。慣れてくるとね、もうこんな風にさささっとこう文字をね出していくことができるようになるので、まあ初めのうちはしっかりと、どんな文字があるかなとか、こんな文字があるかな、こんな言葉あるかなとか、考えながらやっていくのがいいのかなと思います。はい、こんな感じで、今回はねかなり運よく友情コンボが噛み合ってくれたので、友情コンボ持ちのねキャラクターが噛み合ってくれたので、こんな感じの、ペースでクリアできましたが、噛み合わせが悪かったりすると本来もうちょい時間がかかったりもします。はい、なのでね、ただまあ、しっかり回復さえすれば、急にね負けたりすることはまずないので、あんまりターンがかかりすぎると、トゲが飛んできて即死級のねトゲが飛んでくるので、あんまりこう長いはできないんですけどね。ただまあ、雑魚が残ってる場合ですので、雑魚さえしっかりと倒しちゃえば大丈夫です。はい、そんな感じでござんす。まあ簡単に手に入れ方だけ説明しておきましょう。こっちのね編成画面に行きましょう。はい、ヤマトタケルはヤマトタケル降臨で回れば大丈夫。三振の場合はですね、この交換所ですね。はい、交換所でこのチケットお楽しみ券っていうので2枚で交換できます。ぜひ交換しておきましょう。お楽しみ券に関しては、なんだっけ、デイリーボーナスでゲットできますよ。はい、コロンに関してはガチャキャラ、癒し水に関しては常設の回復キャラの、星4以下の、ね、降臨ですので探してみてください。一番歌舞伎もガチャキャラ、ただねすぐ手に入る、歌方もガチャキャラで、ウェイに関してはどこで手に入るんだっけ、こいつ普通に手に入った気がする。銀の言霊召喚とかでも手に入った気がするよ。はい、クイーンバタフライも降臨できてます。キユに関しては大陸のクエストを進めていくとゲットできます。ククリスタに関してもガチャですね。はい、テキーラはモンストコラボの復刻ガチャの方のキャラクターですね。はい、神竜はもうみんな持ってると思います。はい、そんな感じでござんす。イザナミ降臨いかがでしょうか。まずねイザナミに行きたいのであればヤマトタケルをクリアしてと、でヤマトタケルに行きたいのであれば、シャンバラをクリアしてっていうね、順々にこう行けるようにはなっているので、ぜひぜひイザナミ降臨、まずねイザナミが欲しいんだじゃなくて、遠回り急がば回れと言います。先にねヤマタケを満腹にしてからの方が編成、クリアできる確率はぐっと上がりますので、コラボ期間ねまだ長いのでゆっくり言霊を楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が役に立ったと思う方はぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。はい、こんな感じでね僕もカミカミなので、ぜひそういったところもお楽しみいただけたらと思います。ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。